はい、ドラフト TV のドラちゃんです。今日もですね、キング、藤田くん、こんにちは。こんにちは。キング藤田くんのジムに来たんですけど、こんにちは。今日は、藤田が持ってるサプリ、まあ以前の動画で、まあサプリをこうこれぐらいあるんですけどっていうのを映したんですけど、その中でね、ドラちゃん一つ気になっちゃったやつがあって、はい、で普段から、まあ試合とかでね、キング持ってきてる、持ってきて結構みんなにね、うんうん、飲ませてもらってるんだけど、力を最大限に、なんか引き出す、はいはい、能力を持ったサプリ、そう、それをね、ちょっとね、見て、みんなにも説明していただいて、使ってもらう人がどんどん増えてもらいたいなと思いますんで、はい、ちょっと見ていきましょう。はい、じゃ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 ん。こちら。はいはい。おすすめ？おすすめというか、アスリートの力を最大限に発揮すると言われる、はい、プレワークアウト。プレワークアウト。プレワークアウト。トレーニング中や運動中に飲んで、はい、能力を、まあドーピングじゃないんで、能力を高めるというよりは、はい、最大限力、体を使えるように、後押ししてくれる。最大限に自分の力を後押ししてくれるように後押ししてくれる、ドーピングではなくちゃんと合法のもののサプリメントになる。プレワークアウトの中の C4、はいはい、セルコアさんの C4、 セルコアさんの C4、 はい、じゃあ会社ですね、セルコアの。これについて今日は、はい、キングが、はい、少し語らせてもらえればと思います。語らせてもらえればと思います。じゃあそれでは説明お願いします。おーい、はいはい、ってことで今度は今うちにあったのは C4 2種類なんですけど、はいはい、まあ、こちらは前々飲んでたもので、うん、これはとりあえず置いといて、うん、トレーニングしてる、一緒にトレーニングしてる後輩が手に入れたこの C4 ブラックラベルのエクストリームエナジー、うん、エクストリームエナジー、はい、これがこちらと比べるとちょっとまた刺激が強くていいんです、うん、これが。それめちゃめちゃいいの。ちょっと成分によってはこっちよりも2倍入ってるんで、うん、やばいね、うん、なのでこれ飲むとちょっと俺の中ですけど、これ飲むとちょっと人によってですけど顔がしびれてきたり手先がしびれてくると、うん、もう OK のサインなんで。あ、それ逆にいいんだ。逆にああ来た来たって言って、うんうん、アドレナリンすごい出るんですよ。マジで、うん、やばい。なのでこのブラックラベルのエクストリームエナジー、うん、まあ味はブルーラズベリー。ブルーラズベリー、はい、でどんな用意したものが、あ、用意してくれてるのね、はい、こちらです。ちょっとおしゃれな色だね。はい、これもチャイナブルーって感じですね、うん、チャイナブルー。おいしい。これはどうなの。味は、うん、味やっぱりアメリカのものなんで、うん、めちゃめちゃ濃いです。あ、濃いんだ。めちゃめちゃ濃い、うん、じゃあ成分をね説明していいですか。じゃあ成分もらおうかな。いきましょう、うん、はい、はい、でこの C4 なんですけど、うん、成分的に入ってる主な成分、うん、まあちょっと俺がちょこっと軽く説明するだけで申し訳ないんですけど、うん、入ってるものがベータアラニン、ベータアラニン、ベータアラニン、うん、そしてクレアチン。クレアチン、トレーニングの時に大好き。聞いたことある、聞いたことある、うんうん、牛肉の赤身成分とかに入ってるクレアチン、体にローディングさせるクレアチン、おう、そしてカフェイン。カフェインね、トレーニングとか運動的に大事なカフェイン、ね、コーヒーやお茶、うん、そういう時に入ってるカフェイン、カフェイン、そして最後にみんな結構これ取ると大事ないいものでアルギニン。アルギニン、あ、はい、でも聞いたことある。アルギニンはレッドブルだったりこのモンスターとか。モンスター、アルギニン、まあ男性に必要な成分の一つとも言われる。その主な4つを説明していければと思います。うん、ありがとうございます。じゃあ、はい、行ってきましょう。はい、お願いします。はい、まず最初に紹介するのはベータアラニン。ベータアラニン、ベータアラニン、ベータアラニンは体内でカルノシンという物質に変換されるわけ、うん、はいはい、カルノシンという物質に変換されて、うん、疲労物質、トレーニング中に出る疲労物質である乳酸を軽減させる役目があるわけ、うん、おー、はいはい、だから軽減させるということはトレーニング中、運動中に疲れにくい、疲労しにくい体になる、うん、だからベータアラニンは C4 の中でも体を、何後押ししてくれる。これからもう一発、うん、これからもう一回行った時にすごい役割を果たしてくれる、うん、ベータアラニン、ベータアラニン、ベータアラニン、はい、覚えてください。はい、はい、続いては
クレアチン。クレアチン。クレアチンみんな結構聞いたことあって。俺も聞いたことあるね。うん、あの食べ物で言ったら牛肉の赤身に含まれてるんで、うん、トレーニングする人なんかは好んで食べますね。じゃあ結構キングも。俺も食べる。食べます。大好きです。確かに買ってるイメージが強い。うん。うん、やっぱり、ね、牛肉はやっぱりね、あのあんまり焼きすぎず中がレアな状態で、うん、ちょっと牛の血の味がするぐらいな状態で食べるのが好きです。なんかちょっと怖いけど、うん、はい、はい、でクレアチンの話なんですけどクレアチンね、はい、はい、クレアチンは何かって言ったらもともと自分の筋肉の中に備わってるエネルギーを増大させてくれるっていうのかな、うん、クレアチンはもともとのエネルギーを増大させてくれるので、はいはい、あの物を持ち上げるってことで収縮時っていうんですけど、うん、筋肉がギュッとするとき、うん、収縮時に絶大な力を発揮させてくれる、はい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 、クレアチン、まあ、簡単に言うと、うん、だからもう一発今日は重いものをあげたい、うん、一発今日はもう大会だからいい成績残したいとか、うん、そういう時にクレアチンを体に取っておくことで、うん、すごいいい働きになる。でここぞという時の時の、うん、まあ守備で言ったら一歩目が速くなったり、そう野球、そうそうそう野球で言ったら、うん、いつもより反応が一歩速くなるかもしれない、うん、足の出方が速くなる、おバッティングで言ったらいつもよりもいい感じで捉えられてその瞬間見れるかもしれない自分で、それぐらい最大限力出せる、そう、それは別に実感はないかもしれないですけど、うん、大事なもの体にとって、それがクレアチン。クレアチンね。その前に言ったベータアラニンは疲れにくい体、うん、こっちは輝きを出せる一発瞬発系の力、この2つだけでも結構すごいけどね。そうだから成分が良くて、うん、とてもいい。この中、この他にだってまだあと成分はまだあるんだもんね。カフェインとアルギニン。楽しみ。でも 次が俺が大好きなカフェインなんで、じゃあそのカフェインの説明もいきましょうか。はい、はい、続いての作用はカフェイン。カフェイン、やっぱカフェインは皆さんこれはもう有名っていうか結構ワードは聞くよ ね、うん、身近でお茶にも入ってるし、うん、もちろんコーヒー、うん、紅茶、うん、そうですね。カフェイン、カフェインって言う、うまく使えば、うん、体に本当に大事な働きするんで、うん、何する時もバッチリです。で主な作用といえばカフェインは、覚醒と覚醒と興奮、興奮、その2つをもたらしてくれます。覚醒と興奮っていうことはすごいね。覚醒と興奮っていう、うん、まあ俺的にはしてもらったので、うん、覚醒と興奮なので、トレーニング前でもいいし運動前に、例えば私の場合これですけど、俺の場合これだけど、うん、あのカフェイン入りのプレワークアウトを摂取することで、うん、まず脳に刺激いきます。脳にね、うん、脳に刺激いって、うん、活性化します、うん、その結果やる気と、やる気、うん、そして集中力が、集中力抜群にアップします。やる気、集中力、これ大事だね。そう、はい、はい、最後には最後説明する、うん、皆さん大事な、まあ、全部大事だって言ってるんですけど、うん、アルギニン。アルギニン、はい、これも聞いたことある。はい、うん、アルギニン男性にはもうすごい活躍、男性ホルモンには必要な成分。男性に必要なんだ、アルギニン。いや、まあ女性もそうですけど、うん、男性欲に特に働きやすいんじゃないかなと、うん、俺は思います、うん、で、アルギニンの働きなんですけど、うん、体内で NO、うん、NO っていうのは要は、NO、一酸化窒素。一酸化窒素ね。そう、一酸化窒素を NO と言います、うん、体内で一酸化窒素を発生させる働き。一酸化窒素を発生させるんだ。そう、一酸化窒素を発生させることによって、うん、血管拡張、血流促進が促されます、うんうんうん、その結果酸素と、うん、やっぱり酸素とトレーニングに必要な酸素と栄養素が、うん、の運搬が大きくなります、うんうんうん、そう、酸素と栄養素が来ることによって、はい、筋肉の中の糖の取り込みが大きくなり、うん、その結果持久力とか向上します。いろんな意味で持久力向上か、うん、そう、だからトータルバランスアルギニンで取ることによっていろんなことがカバーされる。結構最近アルギニンが入ったさ、そのエナジードリンクもね。そう、エナジードリンク結構出てますからね。そう、うん、結構あの C4 を飲まないときは、うん、結構活用させてもらってます、薬局のときとか。あ、やっぱそうなんだ。うーん、一酸化窒素 NO は、NO、体だけじゃなくて脳の血流も促進するんですよ。おうおう、やっぱり脳の血流上がるってすごい大事なんで、うん、いや今日疲れてるな、うん、テンション上がんないなって時が、精神的に疲労が起きてる時って、うん、脳の血流下がってるんですよ。やる気がない、うん、やる気が上がらない、モチベーションが上がらない時に、う
一発アルギニン系のエナジードリンク、今日頑張んなきゃなんないなって時ですね、アルギニンを摂取することによって、プレワークとアウトを摂取することによって脳の血流がアップして、集中力や活力、何しろトータル的にやる気がアップして、今日もやろうっていう気になれる。いい、大事それ。いや、これやっぱりうちのメンバーも最近その試合前に持ってってるんで、キングが飲ませてくれてるおかげで、より一層こう効果が、そう、みんなの少しでもね、こういうのを飲んだからって何かできるってわけじゃないですけど、これを飲んだから今日いけるんじゃねえかっていうワクワクするだけで、あるある、ホルモン出るんで、それで今日みんなで頑張ろうみたいな気持ちになれるのは結構大事じゃないかなと思います。いや、めちゃめちゃ大事だと思う。やっぱり気持ち高ぶることがまず大事だからね。そうそうそう、だから今のアルギニンもそうで、トータルバランス、さっき話した4つ ね、はい、ベータアラニン、ベータアラニン、そしてクレアチン、クレアチン、はい、ベータアラニン、クレアチン、カフェイン、カフェイン、はい、でアルギニン、そしてアルギニン、はい、この4つ全てが、この C4 に、でもまだまだ成分裏書いてあるんで、まだまだ入ってるのいっぱいあるんですよ、俺が説明したかったのはその4つで、このセルコアさん出してる C4、まあ、それだけじゃないんですよ、プレワークアウトっていっぱいあるんで、今日はこの C4 の説明、その中でもブラックラベルのエクストリームエナジー、これがおすすめかなと思います。ぜひじゃあこれをさ、野球やってる人だけじゃなくて、まあ、そうそう、体を動かしてる人、はい、とかみんなにね、こう使ってもらえればね、実感できるのかな、肌感で実感してもらって、聞き始めると、もう飲んだ時にちょっと、要は脳の血流良くなるとね、ちょっと顔がポッポし始めたり、手の神経とか血液が回ってくると、少し指先にピリピリする、足先にピリピリする、感じてくる、したら今日効いてるなこれっていう感じで一発いけたらなと思います。なんかキングっぽさが出てきましたね。はい、出してます。いや、これも最後にもう一回言いますけど、はい、違法ではなくて、もちろんこれもちゃんとしたやつなんで、ちゃんとしたやつなんですよね、はい、みんな安心してください、はい、これちゃんとしたやつです、はい、危ないもんではないんで、しっかりとした成分入ってます。はい、いいもの入ってます、皆さんぜひね、試していただきたいと思います。はい、キング藤田でした。はい、C4、 はい、C4、 C 何ですかそれ。